あの、すいません。はい。ちょっと触らせてもらってもいいですか。あー、綱太郎に触らないでください。綱太郎、この子の名前です。一本一本に名前つけてあるんです。この子が綱太郎、この子が綱吉、この子がインペラトールカエサル DV フィリウスアウグスティウス綱です。はい。インペラトールカエサル DV フィリウスアウグスティウス綱です。はい。もう一本一本に性格の違いもありましてね。綱太郎は責任感のあるしっかり者、綱吉は甘えん坊でお調子者、インペラトールカエサル DV フィリウスアウグスティウス綱は皇帝です。皇帝。見たらわかりますよね。このどっしりとして威厳のある姿、まさに皇帝そのものですよね。全部一緒にしか見えませんけど。どこがじゃ、全然違えやろうがこりゃ。忘れて。いや、もうとにかく部外者の方の綱元の使用は禁止されてるんです。じゃあこの操作は誰にでもできるってわけじゃないんですね。まあ基本的には。ここについてる黒いベトベトしたものは何ですか。グリスです。グリス。はい、ミスターグリスは油です。この何百キロというウェイトちゃんたちの入ってる枠が定義するんですが、定期的に彼を塗って滑りを良くしておかないと。水で洗ってもなかなか落ちないんで、布でよく拭き取ってから業務用の洗剤で落としましょう。洗面所へ案内しますよ。すいません。あー、しまった。どうしたんですか。洗剤切らしてるんだった。いや、そんなに落ち込まなくても。いいですよ、この辺の布で拭いとくんだ。それじゃ一週間落ちません。それ袖巻きじゃろうな、これ。あー、すいません。おやだー、怖いよ、この人怖いよ。とりあえずこの布で拭いといてください。 ありがとうございます。なんで触ろうとするんですか。わー、すいません、怖い。めちゃめちゃ震えてますけど大丈夫ですか。この布でも名前ついてたりするんですか。もちろんじゃないですか。袖マクースキーです。袖マクー、じゃあこの袖は袖マクビッチです。あれが袖マグワイヤです。あ、じゃあさっき言ってたこのウェイトウェイコです。ウェイコ、おもりのウェイコです。女性ってことですか。もちろん。じゃあこれはウェイミです。ウェイミ。これはウェイヨです。これは大森ヘップバーンです。大森ヘップバーンです。この子だけちょっと変わってるんですよ。いや、ちょっと愛着がちょっと湧きすぎちゃったよ。そうなんですよ。あ、じゃあこの子はウェイザベスです。ウェイザベス。すごいな。じゃあ一番下の子はウェイヨです。ウェイヨ。じゃあこの子は、ウェイタロウです。この子はウェイジロウです。ちょっと待ってください。ここからは男性なんですよ。そう見えるじゃないですか。もう全部一緒にしか見えませんけど。全然違うだろう、これ。すいません。すいません。早く早く、もう楽しんでる場合じゃないから。ごめん。楽しんでないで。なんかちょっと面白くて。あ、そうだ、忘れてた。